ガチャ、ガチャンでーす。今回もジャンプチーやっていきたいと思います。はい、ということで、今回なんですけども、今回はガチャをまたね、引いていこうかなと思います。ということで、やっていきましょうか。はい、ということで、これですね。はい。まあ、前回も結構前に引いたんですけど、新たにまた追加されて、50連分。獲得できました。なので、また50連分引いていこうかなと思います。ということで、やっていきましょう。では、まず10連目引きたいと思います。前回何が出たっけな？ちょっともう覚えてないけど、今回も星5出るといいね。はい、10連目はコズ。では、続きいきましょう。お、金からのスタート。上がれ。上がった。オッケー。今回間分からなかったな。一体。これの次です。さあ、誰が出るでしょう。ドン。お、デク。これは、かぶりかな。はい、普通のデク当たりました。かぶりですね。吸収が強いかもしれない。サポートで使いたいと思います。よし。では、30連目。シルバーからのスタート。上がれ！来た。オーケー。さあ何体？ 1 体。1、2、3、4、5、次です。ドン！あー、岸辺露伴。かぶりですね。はい、よく使ってます、このキャラ。まあ、メインでもまあまあ、ですが、サブで入れてますね。よく友情技で使ってますね。はい、ということで、続き。新キャラも欲しいなー。お、金から。上がれ。上がんないね。さあ、ラスト。ここでビシッと決めろ。シルバーからのスタート。上がれ。上がった。オーケー。新キャラは？来るかい？一体。一、二、3、4、5、6、7、次ですね。どうだ？なんだっけ、ハミーだっけ。はい。新キャラ、一応新キャラ当たりました。ハミデンと、ミントって読むのかな？ハミーと言われてるキャラですね。314% のダメージ与え、反撃の場合 115%。ああ、まあ、強いね。体力タイプだから攻撃は低そうだけど、強そう。で、青プチ2個破壊、貴族性にかかったプチ無効ターンを2ターン短縮。2ターン貴族性の必殺プチ生成に必要な数を2減らす。あはあはあはあ。いいんじゃない。で、行動前に邪魔プチ1個をキプチに変換。敵から攻撃受けた時、次のターン。自身の攻撃力 23% アップ。なるほど。カイドウとかと一緒ですね。必殺見れるかな？ここからは見れないか。じゃあいいや。まあこれもね、また使ってみようかな。はい、ということで、いかがだったでしょうか。50連追加でしてみました。一応ね、被りは出たものの、星5が3体出ましたね。結構確率的にはよく出た方だなと思います。はい、ということで、今回はこんな感じで終わりにしようかなと思います。ここまで見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。概要欄に Twitter のリンクも載せてありますので、フォローをぜひぜひよろしくお願いします。ということで、また次回お会いしましょう。またね！